これ子供の頃からそうです。なんか川の問題なの。まあ日本と違ってですね、朝起きて今日雨降ってるかな晴れてるかなっていうこと気にしなくていいっていうのはここのいいとこですね。ええ、年中晴れてますから。年中晴れです。たまに曇ったりなんかして、ええ、朝起きて外出て道路が濡れてるとびっくりするんですよね。あれ夜雨降ったのみたいな。雨なんか本当に降ってたらもう驚愕ですよね。いつも晴れてんのなんで雨降ってんのって。まあ当然ここの人はね傘持ってません。傘持ってないんです。でほとんど移動が車ですんで、まあ駐車場まで行けばまあ濡れることはないというそういうことですね。ですけど砂ぼこりが舞ってるんで、まあ雨が降るとね、茶色い雨が降るんですよね。空気中にいろいろこうやっぱり砂が舞ってるんでしょうね。ああいう砂がですね一気に落ちてくるんですよ、空気中から茶色い雨が降ります。はい、まあということで、まあ今度もまあ違うところちょっとまだ車が来てないんでね、車が来たらちょっと違う町にちょっと皆さんご案内したいなとは思うんですけど、いろんなレストラン入ったりとかね、あとスーパー入ったりとか、まあ日本にはないようなねちょっと珍しいところ探したいなとは思ってるんですけど、まあなんせ車が来てからです。はい、では。